プログレス M-25M はロシア連邦宇宙局が2014年に国際宇宙ステーションの補給のために打ち上げたプログレス補給船。NASA や JAXA ではプログレス57、57P とも称される。プログレス M-25M は6時間ランデブー方式で ISS に打ち上げられた。プログレス M 改良型としては25機目の打ち上げであり、 シリアル番号は424番だった。プログレス M-25M はロシアが退策しているカザフスタンのバイコヌール宇宙基地から2014年10月29日7時9分に打ち上げられた。これは改良型であるソユーズ -2.1A の ISS 向け計画での初飛行であった。また、グロネースなどからの情報を使用する。 エーズン K と呼ばれる新しい広報装置が搭載、使用されていた。プログレス M-25M は打ち上げ6時間より短い2014年10月29日13時8分にピアースにドッキングした。その後6ヶ月弱の間ドッキングを続け、2015年4月25日6時41分14秒に ISS からドッキングを解除し、翌26日に 太平洋上に落下処分された。プログレスは、第41次長期滞在の乗組員向けに2 3 5 1ラムの貨物を搭載していた。食料、燃料、補給品などであり、8 8 0ラムの燃料、2 2ラムの酸素、2 6ラムの空気、4 2 0ラムの水、1 2 8 3ラムの補給品、 実験機器などの貨物が積まれていた。ありがとうございます。